はい、こんにちは、ベイです。今回は、どんな時の Wi-Fi の代替サービスご利用に関する保証について考察したいと思います。サクッとこれまでのあらすじ。2020年3月18日、通信障害で通信不能になったどんな時の Wi-Fi。半月後の4月3日、突然使い放題を廃止し、次回更新月まで無料だけど、毎月 25GB 制限に強制プラン変更。保証内容がさみだれで右往左往する中、代替サービスについての保証が、今、ついに明かされる！ということで、通信障害により4月から 25GB 制限に強制的にプラン変更した人を対象にした保証の一つ、代替サービス利用に関する保証がやっと発表されました。1ヶ月くらい待ちましたかね？ただ待った割には。今回はこの順番でお話しします。1、アナウンス内容が散在。2、統合した情報。3、ご申請の注意事項。それでは行ってみましょう。1、アナウンス内容が散在。早速アナウンス内容を確認したいのですが、ここでどんな時の Wi-Fi がよくある手法が炸裂しています。今回の保証発表により、保証内容が記載されている箇所は全部で3箇所あります。メール、お客様サポートページ、利用明細送信フォームの3つですね。そして、保証内容がそれぞれバラバラと書いてあります。矛盾している内容はありませんが、言い回しが違ったり、欠けている情報があったりで、どれか一つを見れば全て理解できるようにはできてません。また、日本語がおかしいので、自分で行間を読まなければいけません。なぜこのような統一性がないことになっているかわかりませんが、こちらで情報を統合していかなければいけないので非常に煩わしい。どんな時も Wi-Fi さんはいつも情報をさみだれに連絡してくるので、もう慣れましたけどね。嘘です。めんどくさいです。せめて全部同じ文章にしてくれよ！ 2. 統合した情報。統合した情報を簡潔に説明したいと思います。ドン！保証金額、上限1万円、括弧税抜き。申請制限。申請は、1回線につき1回まで。複数回申請いただいた場合、初回申請分のみの対応。申請期限。2021年3月31日まで。明細必要事項。ご契約名義、ご契約開始日、ご利用料金。まとめると、パワポ1枚に入るこれだけの情報です。保証金額、申請制限、明細必要事項は、こっちで勝手につけた単語ですので、ご注意ください。こんな簡単にまとめるだけで、人の役に立つ動画が作るなんて、ありがたいありがたい。3、ご申請の注意事項。そして、注意事項、ドン。2020年4月1日から2020年6月30日までに契約開始した代替サービス。もしくは2020年4月1日以降に発生した携帯電話のパケット追加料金が対象となります。また、申請可能な代替サービスは一つまで。これって、注意事項じゃなくて、保証対象ですよね。一番大事と言っても過言ではない保証対象が最後に注意事項として書かれているのが、今回のアナウンスの注意事項です。そして、ホームには、もしくは以降の携帯電話パケットの下りは書いてありません。メールとお客様サポートページには書いてあるから、OK って認識でしょうかね。宝探しみたいにいろんなところから情報を集めるゲームと、必死に思えば楽しめますね。ということで、ここまでが文章が散在していて、情報をまとめる手間がひどかった、あくまでも情報整理でした。やっと内容に入ります。まずは期間です。障害発生は2020年3月18日。そのまま、3月末までにょ、にょ、3月末までの半月はどんな時も Wi-Fi をまともに使うことができませんでした。もちろん私はネット環境が必要だったので、その半月の間に大体の富士 Wi-Fi を契約したのですが、今回の保証は4月1日以降に契約開始した代替サービスとしています。なので僕は対象外です。僕と同じく3月18日以降4月1日以前に代替サービスを手配した人は山ほどいると思うのですが、なぜ障害発生の3月18日からという期間にしないのでしょうか。まあ考えられるのは、そういったユーザーに対して保証したいから保証を発表したのではなく、1万円保証しますよ、ちゃんと保証してるでしょというアピールをしたいから保証を発表したのかなと思います。4月1日以降に契約開始した代替サービスで、契約開始が必要な理由もそれで納得できますよね。3月中に代替サービスを契約開始してようと、4月も代替サービスをそのまま使うので、契約開始という文言がなければ保証対象なのに、残念です。まあ、この会社を選んだ自分が悪いんですよ。どんまい自分。まだまだ不明瞭な点があります。代替サービスと記載がありますが、ルーター代は入らないんですかね。別のインターネットサービスをご利用されることを想定し、上限1万円まで弊社にて負担させていただくと、お客様サポートページの方には記載があるので、こちらの記述ではルーター代も保証対象になりそうですが、注意事項の代替サービスという記載だと、
ルーター代は入らなそうですよね。この辺の統一感のない文章のせいで、わかりません。まあ今までの対応を鑑みるに、というか今の対応もだけど、多分払う気ないんだろうな。悲しみ。そして、申請可能な代替サービスは一つまで、とのこと。そうですか。そして、ご利用明細のファイルは、名義、開始日、料金が載ってれば何でもいいのかな？社名かな？電子データ？ファイル形式は PDF でも、Ping でもいいのかな？何も書いてないけど。まあどうせ俺対象じゃないけどさ。はい。ということで待ちに待った代替サービスご利用に関する保証についてを見ていきました。ほんと考えれば考えるほど悲しい気持ちになってしまいますね。これだけ読み解いてひどい対応。自分は保証対象外だし。でも結局この会社と契約してしまった自分が悪いんだよ。バカバカ自分、自業自得。 Wi-Fi 会社はちゃんとした会社を選ばなきゃダメっていい勉強になったね。4月1日以降に代替サービスを契約開始した人は僕の分までぜひしっかり申請してくださいね。ここは俺が引き受ける。お前らは先に行け。なーに、パッと片付けてすぐ追いつくぜ。引き続き Wi-Fi 業界の動向を確認考察していきたいと思います。今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。この動画が少しでもあなたのお役に立ちましたら、チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいのでよろしくお願いします。ではでは、今日もいい日になりますように。ベイでした。最後までご視聴ありがとうございました。